菊池克人と佐々木千晃の言霊アラカル カルト。菊池克人です。今回もどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。佐々木千晃です。よろしくお願いいたします。菊池さん、突然ですが、はい、今日本日1月26日は何の日かご存知ですか？いや突然言われても誕生日じゃないし、ね、知りません。そうですよね、はい、突然でしたね、はい、失礼しました、はい、1月の26日は有料駐車場の日なんだそうです。はい、これはですね、東京都が1959年に公共駐車場として日本初のパーキングメーターを日比谷と丸の内に設置したことに由来するんだそうです。はい、ちなみにですね、うん、菊池さんのお誕生日10月の6日ですね、うんうん、はい、10月6日は国際協力の日だそうで、1954年のこの日に日本が初の援助国としての国際協力として途上国への技術協力のための国際組織コロンボプランに改名したことにちなみ、はい、外務省と国際協力事業団 JICA が1987年に制定したんだそうです。はい、はい、ありがとうございますさて話を戻しまして、うんうん、この番組言霊アラカルトは筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております私女優の佐々木千晃が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。まずはメインパーソナリティ菊池克人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして今から15年ほど前から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め研究、現在は筆跡心理コンサルタントとして法人様のコンサルティング、講演、セミナーなど幅広く筆跡や言葉につながる様々な活動を行っていらっしゃいます。ありがとうございます。あの、はい、本当にこの番組を通じてね、はい、例えば手紙を書くとかさ、うん、文字を書くときにね、はい、やっぱりこんな書き方どういう性格だっけ、自分のことを知る、あるいは字を見たときに相手を知る、はい、まあそんな一つの取っかかりになればね、なんかすごく嬉しいなと思ってます。あのそういった筆跡とか、これが言葉に直ったりするわけだけども、はい、こういったものを感じていただければね、ちょっとの時間だけどありがたいなと思ってます。ぜひ皆様チェックしていただけるとね、はい、嬉しいですよね。ありがとうございます。お願いします。そしてこの言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただいておりますのは、私佐々木千晃と申しまして、普段女優やタレント活動をしております。ドラマや映画、CM などに出演させていただいております。詳しい情報は公式のブログやツイッターなど、ぜひ一度チェックをお願いいたします。こんな2人で楽しく分かりやすく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えしてまいります。それでは最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池克人さんと私佐々木千晃のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーです。さて今回は私が生まれました1984年から14年後1998年平成10年ですね、うん、についてリサーチをしてまいりました。それではこの1998年とはどんな年であったのかと簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずは、冬季長野オリンピックの開催、うん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 、はい、そして横浜ベイスターズが38年ぶりに日本一に輝きました、うんうん、はい、で映画ではタイタニックがブームしましたね、はいはい、うん、そして明石海峡大橋が開通しました、まあ、全長3911メートルで世界最長の吊り橋ですね、うん、はい、そして横浜高校の松坂大輔投手が高校野球の決勝戦でノーヒットノーランを達成したのもこの年です。そして、郵便番号が7桁になったのも、うん、はい、もう今当たり前だけど、まあ、そうですねでもちょっと衝撃でしたね、7桁って、うんうん、まあね、こんなことがあったんだなという、すごくこうスポーツが、ね、にぎわってるようなイメージなんですけれども、菊池さんにお伺いしたいと思います。菊池さん、この年1998年、どういったことを思い出されますか？ね、はい、この時僕はちょうど45ぐらいの時なんですよ。あ、はい、45ぐらいっていうことはやっぱりあの信託銀行で不動産関係の仕事してましたね、はい、あの売ったり買ったり、あるいは貸したり、はい、借りたりの仲介関係、はい、そういったことをやってました。へ、うん、結構景気が直接あの影響したりする業界でしたね。
そうですよね、うん、じゃあもうバリバリお仕事されていらっしゃった45ぐらいだからやってましたね、いろいろね、はい、まあ、私はですね、ちょっと中学生ぐらいの時ですかね、もうあの菊池さんは頑張って働いてらっしゃったんですが私は学校でちょっと楽しく、はい、はい、あの過ごしておりましたすいません、はい、続いてですね、そんな1998年の新語流行語についてその一部を簡単にご紹介させていただきたいと思います、はい、まずは浜の大魔神、横浜ベイスターズのピッチャーでストッパーとして大活躍した佐々木一博さんのニックネームです。この年は4年連続となる最優秀救援投手賞をはじめ、セーブポイント数の日本記録、最優秀投手 MVP、 勝力松太郎賞など数々の賞を受賞するとともに38年ぶりの優勝に大きく貢献しました。ちなみにこの大魔神という名前の由来は日本映画の特撮時代劇シリーズに登場する守護神の大魔神に似ているためだったそうです。そうなんですね、知りませんでした、はい、では次にダッチューの浅田芳美さん、西本遥さんのお笑いコンビパイレーツの持ちギャグです。両腕で胸を挟み谷間を強調するポーズをしてダッチューのというセリフを言います。当時フジテレビ系列で放送されていたボギャブラ天国で披露していたところ、徐々に話題となりブレイク、バラエティ番組の出で大活躍しました。はい、お友達とかやってましたね、ダッチューのはい、やってました。そして最後に日本列島総不況、当時小渕内閣の経済企画庁長官だった坂井谷太一さんが日本経済の状態を表現した言葉です。民間人閣僚としてこのポストに就任し、この明快でインパクトのある表現が話題になりました。なお坂井谷さんは通商産業省に入省後、作家やイベントプロデューサーとして活動し、経済企画庁長官についていらっしゃいました。うん、作家さんでね、政治家になるって言った、はい、最初の人じゃないのかな、この人は。そうなんですか。評論家とかね、経済の解説をされていたんだけども、はい、その大抜擢で、ね、長官に、経済企画庁の長官になられた方ですよね。あ、そうなんですね、うん、なかなかこう不況の時にね、インパクトのあるすごく面白い。そう、ね、あのやっぱりよくこういうね大抜擢をしたなと思うけど、でもこの方はきちんとね、はい、あの役割をされた方でしたよね。あ、そうなんですね、うん、あのやっぱり特に不況の時に、はい、あのやっぱり不況だって言って、うん、マスコミでもいかに不況か大変かってことを特集したり、はい、ニュースでやったりするじゃない、はい、でもさ、一部の人たちはさ、うん、いやみんなが不況ってことはありえないだろうと、誰かが必ず儲かってるぞっていうことを考えてるやつがいるわけだよ、はい、だからこれは例えば極端に言うとさ、これ時代が違うけど 8% に消費税上がったっていう時にさ、はい、みんな大変だって言ってたんですよ。あ、そうなんですね、どうすんだこんなのって。ところがさ、ある一部の人はさ、はい、どこにビジネスチャンスがあるんだってことを考えてたと言われてるんですよ、はい、したがって同じような状況の中でも視点が違うとその先の結果が違うんだよね。あ、だからそういうふうなあの考え方ができる人に私もなりたいなと思ってるし、うん、そうですね、まあ、そういった意味では、はい、みんながそうだからそうだねってことじゃないかもしれない。うん、みんなが不況だ不況だって言っても不況だというものを作ってる可能性もある、みんなで、ね、大変だから、うん、だからその実態どこにあるんだってことを叫んだという経営者もいらっしゃるし、はい、見せてみろって、その不況どこにあるんだ、かっこいいということを言った方も過去にいらっしゃるわけだし、ないだろうと、うん、そういう言葉が頭の中にあるんだろう、みんなと。だからますます意識するだろうと、意識したらもっと経済が縮むだろうと、あ、なるほど、ね、いうことをおっしゃってる経営者もいらっしゃったし、はい、やっぱり黙って自分でどこが儲かるとこだろうって考えて、そこに例えば投資をしたり、はい、設備投資自分の会社やってったりってことをやる経営者もやっぱりいるんだよね。そうですね、こう逆境を、そうそうそう、ね、あの力に変えるというか、チャンスに変えるってことね、はい、素晴らしい、ね、やっぱりそういう話はすごく興味あるし、まあ、そういうふうな判断力をいつまでも持っていたいなって私なんかもう個人的にですけど思いますね、はい、なるほど、勉強になりましたありがとうございます。いかがだったでしょうか皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千秋です。さて今回のゲストは今話題の
愛され飯協会代表の青木由美さんにお越しいただきました。はじめまして、愛され飯協会代表の青木由美です。今日はとっても楽しみに来ましたので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。楽しみですね。楽しみですね、はい、それでは早速なんですが、まずは青木由美さんについてお預かりしたプロフィールをもとに簡単にご紹介をさせていただきます。はい、青木由美さんは千葉県のご出身、調理師専門学校を卒業され調理師免許を取得、その後専門学校でアシスタント講師として生徒の現状と食育の大切さを目の当たりにし、母親とこれから母になる女性が簡単に料理ができる社会や環境を作る必要があると教えるプロとして2012年に起業されました。料理はコミュニケーションと考え、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は結婚相談所との提携やセミナー、婚活講座などを通して食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために活動中でいらっしゃいます。さて、せっかくなんですが、はい、青木さんにお伺いしたいと思いますが、今ご紹介させていただきました愛され飯とは簡単に言うとどういったものなんでしょうか。はい、いわば、昔はよく花嫁修行という言葉があったと思うんですけど、はい、現代版の花嫁修行なんですね。なのでやっぱりただ料理を作ればいいっていうものではなくて、はい、相手の好みに合わせて、うん、でコミュニケーションを取りながら、はい、こう好みを知っていくっていうものが愛され飯です。すごい、いいですね。いいですね。ありがとうございます、食べる男性の方が羨ましい。はい、素晴らしい、はい、そんなまさにですね、私たち女性のオピニオンリーダー的存在のお一人でもある青木さんが今回筆跡心理分析をもとにある面ですね、深層心理的なものまで明らかにされてしまいますが、心のご準備よろしいですか。はい、大丈夫です。私よく中身が男性的って言われることもありまして、なのでこうちょっと私が実際ね、はい、どんな人間なのかっていうのを今からはっきりするのがワクワクしてるんですよ。楽しみで楽しみでよろしくお願いします。私たちも楽しみにしたいと思います。なおですね、青木由美さんには、放送直前にある一文を書いていただきまして、それを菊池さんにお渡ししております。またですね、毎回申し上げております通り、放送終了後約1週間程度で YouTube にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索してみてください。ではお待たせしました、菊池さん分析結果をお願いいたします。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、まずですね、美しい未来の幸福な様子って書いてもらったんですが、はい、美しいという3本線ありますよね、はいはい、これが非常に均等に綺麗に書かれてるんですよ。それぞれの隙間が全部同じですよね、はい、で下の台っていう上の部分も合ってるし、この均等に書いてるということは自分で無意識の中で行動をコントロールしてるってことなんですよ、ね、無意識でコントロールしてる、要はこうあるべきだよね、こうすべきだよねってことを結構無意識でやってることもあって、はい、単純に感情に流されるってことはあんまりないです。あ、はい、まず一つ目ね、はい、で二つ目が美しいっていう字の下の大きい大っていう字の左側は結構長めなんですよね、はい、から様子の子という字がやっぱり横線が長めなんですよね、はい、全体のバランスから見てね、この横線を長めに書く方というのは基本的に自分の高いスキルとかモチベーションアップさせるためのいわゆる価値ある経験とか、うん、高いスキル、あるいはその自分の中にある専門性ね、はい、自分の専門性、それに対する意識が非常に強い人の白字と言われてるんですよ。で極端に言うと一言で言うと職人さんの字って言われてるんだけども、この世界だけは私負けないよみたいな世界をすごい大事にしてる。だからそれが得られるとなったら多分何度もやるだろうね、そのための勉強したり実習なんかやったり、いわゆる自分の専門性が高められるんだったら喜んでやりますよっていうことで、どん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 自分がそれに対して動いていくようなところを持ってると思います。あるいは非常に専門性の高い人、これは別に今の職業と関係なくてもその人見た時に非常に興味を持つと思います。
自分自身もそういう姿を憧れてるところあるから、はい、確かにあるよ ね、 あるよねプロの世界って大好きですそうそうそうでしょ、はい、好きでしょ、だから例えばあなたを褒めようとした時にえなんでこんなことまで分かっちゃうんですかっていうのは最高の褒め言葉ですよ。あー嬉しいですそれ嬉しいでしょ嬉しいでしょ、誰もこんなこと言ってないですよね、すごいなんで分かんだろうこんなことがっていうのはあなたにとってすごい嬉しいこと、嬉しいよね、いいですそれでそれを得るためだったら日頃の努力も惜しまずにどん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 やっていくでしょうね。だからこれもあなたの人との特性だからそういう自分がいるんだってことは自分を磨く一つのモチベーションってわかるよね、はい、これあの字でわかることは一つもいい悪いじゃなくて、そういう特性を持ってるよねそれどう生かそうかっていう話だからね、いいとか悪いとか関係ないですからね。それからこの字を見てわかるのは、幸福な様子の福っていう字右の作りなんですが上の小さな口と下の田んぼの田っていう字これの左の上をつけてるんですよピタッと、ね、ピタッと書き始めをつけてるわけで、これつけてる方の傾向というのは何かというと聞きたいね気になりますあのね物事には決まりがあるよねルールがあるよねあるいは過去で最も正しかったと言われて残ってるものがあるよねそれをまずちゃんと知ろうよという姿勢がすごく強いんです。でこれは過去から学ぶという姿勢を持ってるという言い方もできるんだけれども、一つの決まり事がないと不安になるってことなんですよ。自由にやっていいですよって言われても本当にまっさらの自由っていうのは困るんで、やっぱり自由でいいですよって言われてもいややっちゃいけないことありますよねとか、前の人どんなことしたんですかとか何か知りたくなる要は一つのルールが欲しいんですよ。それさえあればどんどん動けるの。でもまっさらのゼロからいや好きにやってみたらって言われたらいやちょっと連れ待ってっていう風になるところがあるんです。そういった発想の面でやっぱり過去の良かったものルール決まってること正しいとして残ってるものそこに非常に興味を持っておられるから、あなたと真反対の人っていやそんなもの条件違えば今使えないじゃないですか、そんなことよりも将来見た時にこんな可能性があってあんな可能性があって今2つ3つしか考えられないけど4つ5つ考えられますよね面白いですねそれねっていうことでモチベーション上がる人いるわけですよ。あなたに言わせるとそれいいけど5つ選んだらそれどれが一番いいって分かんの分かんないじゃんっていう考え方を持ってしまう保証がないルールがない、でもどっちがいいか悪いかじゃないよね、考え方の立ち位置がちょっと違うだけで、どっちもどっち必要なところではそれがやっぱ評価をされるしみんなから求められるでしょ、どっちがいいとかどっちが悪いってないよねっていうのは分かる、確かにだからもしかすると決まりを無視する人を何見てんのって言っちゃう自分がいるかもしれないけども、それはその人は決まりよりももっと将来の可能性をあれこれ探したいよって気持ちが強い人である可能性もあるんですよ。自分のことが分かると結構許せるんだよね、あこの人違うんだ、あ私と違うとか思ってんだ、逆にね、なんでそうやって思えるわけ、あなるほどそうやって考えてんだ、へえっていう自分がいたりするよね。そうでしょ、自然と謙虚になっちゃうんですよ。はこれはね、謙虚になんなくちゃってやったらさ、どうやって謙虚になるんですかって分かんないじゃない確かにそうです、具体的にどう言えばいいんですか、でもさ、いやあなたの特性はあなたのもんであってみんなと違うよねってことが分かってるだけで、あこの人違う私と、なんでそういうふうに考えるんですかって嫌味じゃなくて素直な気持ちで聞けるわけですよ、でこれが世の中でいう謙虚な姿勢なんですよ。結果としてね、なるほど、そうでしょ、謙虚にならなくちゃってたってどうしていいか分からないじゃん確かに、ね、それとあとはここで分かるのは木偏の 1,2,3,4 画目を、やっぱりこれ切ってるんだよね、縦線をね、1画目2画目の縦線をこうやってちょっと軽く切るんで、切るというか、横断するわけですよ。でこれを書く方っていうのは、とにかく白黒はっきりつけたいなっていう感覚がどうしてもあるんです。だから普通普段の会話で言うとすると、いろんな話を聞いてる中で、うん分かったけどさ、結局でどっちってそう言っていいからでどっちです、ね、はっきり決めようよそれは、だから場合によっては相手からいやせっかちですねとか、そんな簡単になんで結論に急ぐんですかって言われてしまう場合もあるけども、あなたの中では白と黒の引き出しを持っていて、もらった情報がグレーだとしまえなくなるんですよ。したがって相手にどっちって言うわけですよ。でもその人はグレーの引き出しを持ってるから、別に そんなにこうグレーの引き出しから出したグレーの情報なわけだよ、平気なんだよこの人は。あなたはダメなのそれは、どっち
その代わり何かの事象があった時に、あなたはこれってさ、前にもこれにもこれにもこれにもあったじゃないですかって平気で言うんだよ。白い引き出しを開けたらそこに入ってるデータを思い出すだけで済むから、ということは結構キレのある言葉が出ますね、しょっちゅうねってことを言われる場合もある。でもある意味ではすぐに結果に済むんですね、せっかちですね、だってまだこの状態で決められないじゃないですかっていう人とも合わないことがあるかもしれない。要はこれも自分が結構白黒つけたがってるなってことを自分が知ってればいいってことなんだよね。確かに決断とかは得意な方なんですよ、ね、もう決めるっていうのが得意。そうでしょ、例えば誰かと一緒にやってるじゃん仕事、その時にさ、相手がさ白黒つけてないっつうじゃん、いやこれもあるんで、あれもあってこれもあって、ちょっともうちょっと様子見ながら決めたいと思うんですよねって時に、あなたはもう頭の中でこれこっちだなと思ってるわけだよ、うんうんうん、その時にどう言えばいいかってことなんだよ相手に。あんたこんなことも分かんないのって言ったらアウトだな、もうな、うんうん、神経質が足んないんじゃないのこれもアウトやな、うんうん、どうすればいいか、あのさ、あなたどういう状態になったら決められる、自分でどっちだって言える、8割ぐらい、いや8割だったら誰でも分かるじゃん、プロじゃないよね、6割とかさ、あともうちょっと何かの現象が出た時点でこっちだって言えると思わない、そうですね、こんなことがあったらまあ見切りだけどこっちって言いますよね、だったらそれ合わせとこうよって言って、あなたはじゃあ6割なら6割、あなたは半分の時点で決めてるかもしれないけども6割っていうラインを決めて相手と話し合いをして決めてしまうんですよ、共通の目線として。そうするとあなたはイライラしないでしょ、相手も一つ決めてくれてるからそれに従えばいいじゃない。これは自分が白黒つけたがってることを知っている人が初めてできることなんですよ。そうでしょ、そうじゃないとやっぱり非難しちゃうんですよ、なんで決められないの、私は決められてんのにってやっぱりどうしても言っちゃう。でもこれって押し付けだよね、うん、自分の個人特性の押し付けでしょ。まあそんなことをね無意識でやってる方も世の中には結構まあいるんだいるんですねなるほど。特に上司だとか言うとパワハラが使えちゃうから押し付けちゃったりするんだよね。これはやっぱり無意識でやってるとそういう風な罠にはまってしまうってこともまあありますね。あともう一つは横書きに書いてるんですよ、これはもともと書くときに立っても横でもいいですよって話をしたんだけども、迷わずに横に書いた字だと思うんですねこれね、ということはこの横に書く、日本語って普通縦書きの方が楽なんですよ、うん、書くのに流れから言って、なんで横に書くか、書きにくいのを横で書く、これは自分が納得してるからなんです、いいんです私これでっていう考えとね、うん、こういうものを自分でしょっちゅう持ってる可能性があって、いや私はいいんですこれで、他の人関係ないしみたいな、私は納得してるんでいいんですよこれでっていうことを結構やってるところがあるなっていうのはいかがでしょうか。今いくつか言ったんだけど、これの組み合わせであなたはできてるんだよ。あ、ね、強弱はあると思います、はい、でこの組み合わせだってみんな違うでしょ、だから全部違うんだよみんなね。でもそれを自分が知ってるってことは自分のことが分かるじゃない、他の人の差が分かるじゃない、ね、はい、やっぱりお互いの生かし方が分かるとね、うん、まあ、そんなことが分かるんですけどいかがでしょうかすごいいかがでしたか実際。いや、はい、いや私実は結婚の時にも、はい、まあ、お付き合い、まあ、今の旦那さんとのお付き合いのスタートの段階で、いや私はこの年齢までには結婚したいから、うん、そのつもりですかっていうのを腹くくって付き合いよってそうです、その前提でお付き合いしてください OK ですかっていうのを逆に聞いた白黒、うん、中ブラリアなんだよねグレーの状態でじっとしてるのはできないから、うん、なので本当にあその通りだなっていうのがいくつも見つかりました、実際こうやってね自分のことをまず知るっていうのができると、やっぱり前にも進みやすくなりますし、仕事とかでもたくさん取り入れられますね。そうですね、そう思いますね、はい、はい、なのでですね、この分析につきまして菊池さんがよくおっしゃってらっしゃるんですが、あくまで参考にするものであって、まあ、断言するものではないことだけご注意ください。はい、はい、そしてそんな青木さん、実はですね、彼の心と胃袋をつかむ愛され飯で幸せな結婚を引き寄せるという本も出されていらっしゃいます、はい、個人的にはすごく気になるタイトルなんですが、こちらの本はどういった内容なんですか。はい、やっぱり料理が苦手っていう女性に対しての本なんですけれども、はい、実はコラムの部分が結構読んだ読者さんの方からは人気で、はい、ジャイアン女だったりとかハリボテ女とかスイッチ女とかいろいろなこうジャンル分けが
ありまして、そこが結構人気で、あとはあの結婚されてる男性の方からも、まあ、面白いって感想をいただくんですよ。実際にあの絆出版さんからあの書店とかアマゾンでも今発売中の本なんですけれども、はい、よかったらぜひぜひぜひ皆さん、私もですが、ね、読まさせていただきたいと思います。非常に興味深いですね。面白いです。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか。今回のゲストは愛され飯協会代表の青木由美さんでした。青木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、なんともエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。 いろんな方にね、筆跡の分析とかさ、言葉の心の奥底にある意味とかさ、はい、こんなものを注目していただいてね、ありがたいと思ってます、はい、でもしご興味おありでしたら、私の会社の方に株式会社オーライアンなんですが、はい、ぜひあのメールお待ちしてます、はい、よろしくします。そしてこの番組へのご意見、ご質問、ご感想などもお便りをお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ことだまアラカルトまでお待ちしております。それではことだまアラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。